しい。山村君から中君に。おっと、ここ中君、もう一回自分のもとに前進。うん、彼にも必ず沸かせた選手でしたね。そうですね。ここからパスがちょっと乱れて、ここレッドがレッドプレッシャーも襲いかかるが、外のスペースをうまく攻める。7番、大石一平君。おお、フォワードでつないで。奥平君から、長島光太君トライ。京都成章長島光太君トライですね。いや、一連の攻撃素晴らしかったですね。うん、あ、今ちょうどしかもレッドの天候に戻ってきました。はい。アフタイムどのような指示を。そうですね、まあ、ディフェンスのところを修正しました。プレッシャーを前にかけるってことで、そこをさらに成功させたので、ワンラインで前に出るかと。そしてそのために、まあ、今日も早く打ち上げるかと。両チームハーフタイムでメンバーが変わっていますので、紹介していきたいと思います。まずはですね、レッドブロッサムズ1番の杉本君から18番伊藤純之介君、2番の滝田君から17番西野半平君、そして3番笛木君から16番塩根ポルトレ君、でスクラムハーフ9番石田君から小山田優吾君、ナンバー8宮下幸喜君から23番岡崎良君、そして12番野中健吾君から22番立川和樹君、以上がレッドチームの変更です。今トライを取ったブルーブロッサムズメンバー変更ですけども、3番斉藤健太君から9番川久保瑛斗君から21番高橋裕太郎君、10番大島海進君から24番吉本大吾君、12番今の両方君から